皆さんこんにちは、サクヤです。今回もニューオーツ遊んでいきましょう。で、今回やっていくのはメインミッションね。こちらよく公式の放送でよくやってたステージですね。まあ、あれは途中だからだったので、今回も普通に見たことないところもたくさん含まれてると思いますんで、そちらやっていきましょう。まあ、人型のでっかいボスって思えばいいのでね。まあ、結局は、まあ、あやかしなんですけど、こだまはね、ちょっと取ってますけど、まあ、下見してるんで、まあ、行きましょう。姉川をアザイア朝倉の地で染めや。放て！さあ、でやっていきましょう。姉川、今回はなんかふんどしが見えるスタイルにしてみたんだけど、微妙だね。はしごだったら見えるかな。で、今回無名が、ついてきます。あやかし狩りついでに一緒に行ってあげる。まあ、姿写しで無名にできるから、やったらどっちがどっちやねんってね、見えるかもしれないけど、まあ、とりあえずさっくり行きましょう。もうこういうのさ、絶対さ邪魔されてる。そう、あとね、これ設置するとね、結構みんな使ってくれて武功たまるんで、まあ結構ありだと思います。まあ普通にね、強そうな方をまあぶっ殺していきますか。さよなら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 なんか古すぎてみんなもう知らないネタをね、たまに言うかもしれない。ここがまあ超うざかったのよね。どこだっけな、あ、ここら辺になんかいるんだよ、ほら。見えますかね。こいつが超うぜえのよ、ほんとに。でね、もう一個ね、あ、ちょ、近くにいた。あ、こいつはいっか。行け、無名！行くんだ！すぐ閉まっちゃうのね。無名活躍の機会なし。あ、はい、いたいた。あ、そうそう。で、上段構えのガード中の資格、なんかね、これ、まあ、まあ前作でいうところのね、ジングルマナミの使いやすさかなっていうのはあるかな。まあ、あそこまでよくはないけど、まあそこそこ使える。ただ中級の試練やね、あの修行ミッションクリアしないと使えないんですけど、あれは結構ねめんどくさいのよね。忍術とかはすごい簡単なんだけど、まあ木の武器で戦うんだけど、それは結構ね HP 多いのよな、しぶとくてなもんで結構大変なんですけど、ただ槍のね上段構えの弱攻撃をやっていけばまあ倒せると思います。で、ここ、いや、まあ、特に行かなくてもいいんだけど、まあ、常闇晴らした数とかって、まあ、あるんでね、やっといてもいいのかな。こいつじゃなかった気がする。でも、ここ、特に何にもないので、あ、何もないわけじゃないけど、
何もないわけじゃないんだけどね。あ、倒しとこっか、あいつ。じゃあちょっとな、ほら行け無名。ほら爆弾だ。あと負けの蛇だ。ほら、いやー、ヘビ強くねっすかこれ。ちょっと物足りないわね。物足りないもどうとか物足りないっていう次元じゃないけどね。おお、ブルブルするぜ。まあ、とりあえずこれ、あえずこれでこの辺のやつらは今気力切れしてるというとこかな。ここら辺にはしごはまだか。ん、誰だ。あいつか。危ね。この辺かな。ちょっとムミを邪魔くて。ちょ邪魔、なんでお前当たんねえんだよ。なんか飛んできてる、なんか飛んできてるんだけど、ちょっとふざけないでくれよ。倒れるわけにはいかない。あ、もうそこにいるの。こんなはずは。銃がね、ほんと強いんだよな。さよなら。 あ、生きてる。助かった。勝手に復活した。あそこにいたのかお前おめっちゃ撃てんだけど。これほら、これ別に倒さなくてもいいけどさ。ちょっとヘビが切れちゃったんで玉城が欲しいですね。あー、こっから行くと上に行けるんだ。なるほど。どうしてもね、あの協力でやってると見逃してるポイントって出てきちゃうんでね。なんかショートカット俺見逃してる気がするな。まあいいや、行きましょう。いや、よくはないな。いや、開けに行きましょう、ちゃんと。間違って死んだらね、このルートをね、やり直さなきゃいけないのはちょっと、さすがにしんどいです。入り口のとこにね、すぐ、はしごが。あ、そうそう、これだ。大したショートカットじゃないけどね。そんなわけで、じゃあ行きますか。まあ全部倒す必要ないんでね。こっちじゃないや。あとムミオさんどこ。あのじゃあムミオついてくるのはちなみになんだけど、まああのみんな知ってるところからかな。やってる人は知ってるところから、やってる人じゃない、情報チェックしてた人は知ってるところからね。あの辺、いや、あそこまで行かないわ。これ下からもね、ルートがあるんだよね。橋の壊れ方、やつらの力が増してる。で、俺は安全な下ルートで、上から行くとちょっと面倒くさいんでね。
海野さん頑張ってくれ。あ、ここまでがね確か来てくれるんだよね。どっちみちここで消えるんで拝んどきましょう。さよなら無名ってことで能力開花、まあ、なんだかんだ言ってこれ、まあ、使いやすいですからね。じゃとりあえずじゃ開けに行きますか。でちなみになんだけど、ここの端から登っていくとね小玉いるんで取っときましょう。投げてくると4ばかりの爆弾じゃねえか。ね、この技便利でしょ。まあ、ちょっとダメージアップもちょこっとつけてるんだけどね、ボーナスダメージ。え、常闇だ。まあ、とりあえず扉開けますか。あ、痛い。まあ、個人的にはやっぱ上から行きたいかなと思うんで上から行きます。途中ちょっと強めのね、まあ、人型のちょい中ボスみたいのがいるので、そいつもなんとか倒さなきゃいけないと思うんだけどね。あ、ここに常闇の犯人が。この苦手なやつ。いい感じ。ヘビ強っ。なんというありさまじゃ。あなたの力も少しずつ強くなっておる。さっきの深き闇も霊石の影響だろう。用心せねばね。まあ正直今のね案内人の言葉は読んでる余裕はない。あ、この正面ね。よし、これでちょうどちょいボスに直行できるかなと。まあでも俺は上から行くスタイルで。で、正直白い装備はいらんよね、あんまり。さあ、いやちょっと銃弾がねえな。ここは、うん、回り込んでいこう。あ、この赤い点が見えるでしょ、あれがね倒さなきゃいけない風なところかな。そう、こういう上からね撃ってくるやついるんだよ。こう周りをねしっかりと処理してから行くのがおすすめ。あそこにいるからちょっといいかな。だけどね、予想ではね、ああいうとこ大体ね、しれっと、威圧あったりするんだよね。なんで一応取っておこうかなって。まあ、威圧、溜め込んでる方だから、一個は取っておきたいっていうね、なんか、ケチくさい考えなんで。
あ、行って。はい、終了。いや、強くなりましたね、だいぶ。まあ、回復も時々してるんだと思うんだけど、自分ではあんま気づかないんだよね。てか威迫なかったし。で、俺この上来たことねえな、そういえば。怪しいな、他に敵いねえか。ここ何のためのスペースだ。ここはよくわからん、よくわからんが、多分公式の助っ人だろう、酒井久蔵。なんでこれおちょこ5個も必要なんだろうね。他のやつ2個じゃない、あのプレイヤーの置いたやつって。いやー、でもそろそろね、弓でいけるかな。三角にしとっか。あ、ギリギリ生き残りやがった。さよなら。邪魔はさせた、されたくない。ちょっとな、今弾がないんで、弾くんねえかな。臭くて丸っこいやつをくれ。クソ玉のことか。残念ながらそんなものは持っていないんじゃないかな。クソ玉、臭くて丸っこいもの。いや、クソ玉ね、もあボディーツボいいんじゃないこれ。クソ玉じゃねえけど、まあ、近いものはあるぞ。カメラ落とすなよ。お、いいね。クソ玉をくれた。劣化したんだけど。クソ玉に劣化しました。で、こっちもなんかいた気がすんな。あいつは来れない。あ、カブとかぶってるからな。あいつカブとかぶってるからな。さよなら。さあ、これで安心して、もうちょっとで安心できるんじゃない。もうそろそろ銃弾が欲しいな。敵感知があるわけじゃないんで、はっきりとはわからないが、あとはあいつを倒せば安心して戦える気がするよ。後頭部から弓打ったら死ぬだろ。よーし、あとはここに飛び降りて。飛び降りていくはずが。回復するのか、ずれな。燃えるがいい。え、ガツンのそれ。さよなら。ここまでか。何をしようと。で、ちゃんとやらんと、まあ、囲まれる羽目になると思うんで、まあ、そこはしっかりやっておきましょうというところね。周りから崩していけば安心して倒せるぞっていうことでいいんじゃねえかな。よっしゃ。
じゃあちょっとあの上の玉があったら嬉しい。玉くれ、玉くれい。あ、弓かな。銃弾をくれ。くれない。あ、ちょっと待って、小玉反応がある。ここか。俺でなきゃ見逃しちゃうね。もう一個あるね。もう一個あるんで、そこも行っとこうか。なんかこの辺にあったよね。なんかここら辺じゃないな。こっちか。あ？危ない危ない危ない。まあ、っしゃ、回復した。あそこにいるのか。そう、この窮地で自動回復とかあるから何気に便利。あー、いきなり笛吹かれてビビったぜこれ。多分反応があるのはここ、小玉の反応があるのはね。行くか。あれ？あ、この裏か。いや、上か。別に絶対倒さなきゃいけないわけじゃないもんね。この建物の上。あ、なるほど。行ってみよう。ってことはこっから行けば良さそうだね。安心してくれ、安らかに眠れ。レストインピース。ここか。いたいた。オッケー、こだまちゃん。さあ、あとラスト1かな。でもこういうお城系のステージってなんかマップ割と覚えやすいんだよね。好きなんだけど、ただ現実的にこうなんて言うんだろう、迷いやすく作るのは何なんだろうってね。よいしょ。まあでもここ鍵かかってないんかい。でこの先に一応ねセーブポイントがあります。あ、こいつもか。銃にしとこう。ザコメが。さあ、オープン。でここにお社が。はい、ということでここまで来たら、まあみんな知ってるとこっすね。まあちょっとでもアムリタが足りない。でまあここもね例によって下から行けるんで。あ、じゃあ鬼いるじゃん。鬼下から行くのを阻止してる。んー、生ハゲ行くか。じゃあ、おい、石飛んできた。生ハゲさ、結構 DLC で俺イラッとした模様あるんで。おい、こんなとこ戦うわけねえだろうか。しかし冷えるとは思ったが、まさか凍っておるとは。戦場に季節外れの雪、たやすく通してはもらえそうにないの。まあここってあの体験あの版とか違って、まああの変なギミックはないですね。タイミング難しい。あ、
倒していくか一応。ほら。で、こっちには行かないです。こっち行きます。ただね、あ、ちょ、なんかいるな。あ、カッパか。カッパが赤いのか。どうしよっかな。これ投げたら当たんねえかな。当たった。ちなみにここ降りれるんだけど、こう落ちたのよ。して、あ、やべえ、全部もう落下して死ぬのかと諦めた瞬間、あ、降りれるって気づいて。ただ猫歩きがないとちょっとダメージが痛いですね。ほら、はい、さよなら。なんでこいつ赤になってんだろうね。赤の敵って復活しないのかな。まあ当然落ちたら死んでしまうと思うけど、まあここは意外と気づきにくい場所かもね。あ、こっち敵もいないし、いた。いたよ。爆弾なくなっちゃったな。んでこっち行くと、ま、温泉があるということで、あ、ちなみにここもどっかね、このルートに行くと小玉いるんで取っときましょう。な、これ何で死んだの。武士により惨殺。なぜここで。敵はおらんぞ。さよなら塗り壁。ああ、そういうことか。ちょっとあれですね、次の社で。あ、こっちボスね。あれ、あー、じゃあショートカット開けとかなきゃダメか。気づいてない。まあここ一本だったらもういないしね。まあ、結局こっち来て戻るんかいっていうね。なんだ、言ったら一斉に気づいた。なぜ気づいた。これは正直ね、厄介なんで。よし、ちょ、なお前はなんでこっちに来た。俺お前と戦いたくねえんだけど。早く帰れ。多分あの石をぶっ壊せば、終わりだと思うんで。よし、OK。あ、ここに猫ちゃんがいる。あ、ここだ、ラスト小玉。どっかにいる？
守護大名いっぱい来たね。小玉はどこだろう。ここにも猫いるね。猫いっぱいいんな。どっから行くんだろう。こっちかな。あれ、あ、これ上にいるってやつね。で、上に登るにはどっから行けば、あ、ここかな。いたいた。よし、ではラストこだまちゃん。というわけで、ショートカットも全部開けたし、敵も倒したし、あ、でもちょっと爆弾とかないな。というわけで、じゃあこの先にボスですね。はい、まあ一回は死ぬだろうな。はい、というわけで、じゃあ、今回はここまで。次回はじゃあボスやっていきたいと思います。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次回の2O2 でお会いしましょう。今回はこの辺で。